提供時間が難しいところ、うん、1回目の課題感からの変更点はこれがこれでちょっと完結させたいなっていう今日出た課題感をクリアできるようなちょっと思ってたところで言うと、うん、予算かかってもいいですよね。おはようございます。おはようございます。早速仕込み中ですか。仕込み中で今日のメニューは何ですか。昨日大分の漁師さんのところに行って仕入れてきたハマチを使ってお料理作ろうと思います。ハマチの何を作るんですか。ハマチのこれはちょっとお楽しみでお願いします。山木さん、はい、経歴を教えてください。経歴ですか。大阪のリッツカールトンホテルっていう大体2年ぐらいですね働いてて、その後公邸料理人っていうお仕事があってフランスの方にこれも2年ぐらいで帰ってきた後で個人でキッチン会日本全国を回るみたいな形でフリーランスとして活動してました。そんないろんな経歴を持つ山木さんにちょっと今日密着させてもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。口が3口はあるんで、ここでやるよりは朝仕込んでくるんですって。みたいですね。キッチンができるまで。試練です。これが昨日の量の成果ですね。そうです。めっちゃうまそうやな。このハマチはめちゃくちゃうまいです。はい、では第1弾目ですね。そうです。ご飯を見に来た人、はい、匂いに釣られて、オフィス今日入った瞬間すごい匂いじゃないですか、うん、したで、てかあのこの打ち合わせ今上でしてる時をいい匂いって思う。先週とまた一風変わったわーですね、うん、先週はチキン、カレーでしたね。そうですね。昨日ってあれ、寮行かれてたんですか。まあ、寮というか、まあ、一応養殖の現場にはなるんですけど船で沖に出てって感じ。味を1個ずつ変えてるんですか。そうです。このハマチが塩だけでも美味しく食べれる、うん、すごい旨味が強くて臭みもない、はい、まあ、一つはちょっと塩だけで食べてほしいな。なるほど。それだけだと僕の意味がないんで、はい、いろんな感じで。なるほど。感じで最初は何もかかってないやつから食べてくださいってことですね。そうですね。会社でパスタ食べれるってめっちゃいいですね。あ、本当ですか。はい、ちょっと提供時間が難しいところなんです、うん、確かに。ボンはなかったっけ。ボンはないですね。ボンはないか。はい、フィードバックをね。はい、はい、第2回目。第2回目。1回目の課題感からの変更点は、とりあえず、まあ、ボリュームの部分とオペレーションとしてどれぐらいの料理がどれぐらいの価格感なのかっていう、そうね。1回目めっちゃ味美味しかったやんか。鶏も最高やなと。1個気になったのがボリュームもちょっと欲しいなっていう、まあ、若い社員多いからさ、食べた時のボリューム感もそうだし見た時のボリューム感もなんで小鉢ちょっと増やしてくれっていうのがあって、メインと小鉢2つだったんだよね。でご飯と汁物みたいな感じ。ボリューム感はめっちゃ上がった。メイン2つって、ね、あとはこれとご飯か。ご飯は一応パスタ代わり。パスタはご飯、はい、これ系ね。はい、どんどんの結構器でかいかもしれないね。思ったよりでかくて。思ったよりでかいね、はい、もしくは、まあ、この大皿にちょっと小鉢的なやつを積んでもいいですね。あ、そうですね。ワンプレートみたいな。ワンプレートにしてね。あれ、これ分けてた。小さい方は。小さい方分けてます。そうやね、はい、皿での見た目のボリューム感ってあるかもしれんね。あ、これが分かれてた方が、はい、多分品数が多く見える。そうですね、うん、ちょっと考えたいね、それは。じゃあ一回あの実際のやつも一個持ってきて、あのチン、はい、なんかさ、はい、にさ、一緒に乗せるときに、サンキュー、ありがとう。今日はハマチ。ハマチです、うん。これが新しい食器やね。そうです、うん。前回言ってた品感っていうところで、本来はこっちパターンやね。そうですね。皿、はい、数で言うと。そうですね。こんな感じです。
そうね、見た目的にそっちの見た目はめっちゃいいんだけど、はい、できれば分けたい、ね、あこれね、そうですね、うん、見た目の小さくして、あそう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 、これにさらにご飯が付き合うと思ったんで、それだとすごいボリューム感出るかなと思って、うん、なるほど、これにもう一品欲しいなって感じかな、はい、小さい小鉢をね、そうすると見た目的のボリューム感も出るかなっていう、はい、あとこの食器どうするかやね、ちょっとでかいとって見た目は抜群にいっちゃうけどね、黒統一されて、そうですね、盆に乗せても OK、 皿を増やすってなるとちょっと難しいかもしれないね、もうちょい小さいサイズで、うん、まあ同じテイストのようなものがないか、うん、この種類があったりするのかな、サイズは何種類かあったと思うんですけど、はい、もう一回確認してみます、そう、ね、一回ちょっと実験的にやってみてもいいけど、ここにこう、ここにちょっともう少し乗せて、はい、皿の数が減っちゃうけど、ボリューム感出しながら一個にまとめられるかどうか、あとは個人的にはこれだとハマチの生産者の食材っていうところで一品作らせてもらってる形になるんで、これがこれでちょっと完結はさせたいなっていう部分はあります、これ皿が小さくなるのは OK、 それは OK、 皿がちょっと小さくなった方がいいですね、小分けにちょっとして、これにもう一品欲しいかなっていう、そうかな、ちょっと検討してみようかね、次回のやつ、わかりました、うん、また来週水曜日やる、はい、そこでちょっと今日出た課題感をクリアできるよ、はい、別のでもいいけどさ、はい、これいいんじゃないっていうのがあったら一回試験的に買ってみて試してみて、全然わかりました、まあ、それでちょっと変えていこう、はい、よし、ごめん、すみません、ありがとうございます、じゃあこれ渡してあげて、これさ、皿を試しなんですよ、うん、ちょっとね、デザインはめっちゃいいけどでかい、いやきつかるや、多分これで、これにもう一品追加したいねんか、皿をちょっと厳しいね、サイズ的に、めっちゃおしゃれですね、うん、見た目はすごいいっちゃうけどね、だ夜のディナーとか出すときはこっちの方がいいかもしれんけどね、あ、いただきます、めちゃめちゃうまかった、これはレモン5回、あ、置いといてもらったら洗っておきます、めっちゃうまかった、ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございます、よし、その日のお腹の具合によってボリュームじゃなくて、はい、おかわりなのか、うん、何なのかが、まあご飯はいけると思うけどね、あと汁物と、うん、汁物も、うん、で小鉢もいくつかちょっと多めに用意しておいてもらうとかね、量はどうやった今日、もうちょいいけるからって感じですね、確かにね、もう少しボリューム出してもいいかもしれないけどね、前回はおかわりしました、うん、まあ、今回は早い、もうちょいだね、美味しいからこそ食べたくなるじゃんね、多分ね、ある種贅沢な課題が出るよ、そうなんです、うん、もっと欲しいなって思っちゃいます、それ言っとくわ、ゆのすけにおかわり含めボリューム、なかなかね、茶食でこれが出てくるところは、うん、今回シェフを雇おうと思ったのは何がきっかけだったんですか、はい、ツイッターのツイートかな、うん、たまたまうちに興味があるって言って言ってくれたシェフがいて、はい、採用してオフィスに、うん、はい、シェフいたら面白そうだなと思って、うん、シェフってうちの事業とは全く違うじゃないですか、まあね、飲食事業はやってないですね、はい、雇おうって思えたのは何でなんですか、勢い、まあ、3回増床することは決まってたけどね、はい、そこに対して何かできないかなって思いがある中で、うん、はい、このメンバーがいたらもっと面白いことできそうだなっていうのがあったんで、うん、それで決めたっていう、ね、なるほど、うん、これやっていこうみたいな、ある程度決まってたんですか、いや全然全然、社員に向けての社食を提供するっていうのは決めれることなんで、はい、もうそれあってんけど、それだけだとちょっともったいないなと思って、お客様向けのイベント、来客してくれた人にディナーコースを提供するとか、採用に向けた何かしらの食を通した企画とか、まあ、いろいろ幅が広がりそうだなっていうところがあったんで、細かく数字計算してたわけじゃないけどね、はい、どっちかって後からかな、それは、新しい事業を始めるわけじゃないですか、はい、三崎さんの中で判断基準は何やったんですか、そっちの方が面白くなって会社が伸びる、社員からしてさ、嬉しいか嬉しくないかで言ったらあんま嬉しくない人っていないと思うんですね、そうですね、うん、かつ体に気を使ったとか、まあ、特に若いメンバー多いけどさ、不摂生になりがちない、ちゃんと体調管理ができるご飯を提供したらみんな元気に頑張れるわけや、そういった意味で仕事に対して成果につなげやすい、あとはみんなでね、飯食うことによってコミュニケーションが生まれて、お互いのことを知った上でプロジェクトを望めるとか、いろんな付帯メリットがある、ここが担保できてるだけで採算はクリアできるわけよね、もともと想定してたプラスアルファはさっき言った面白いことができるっていうところがあったからチャレンジするっていう、ちょっと座ってくれる、ちょっと座ってくれる、いや、今まで食ったハマチの中で一番重かったありがとうございます、さすが料理いただきます、ありがとうございます、ちなみにさ、社員の声として、はい、ボリューム
多少なりちょっと選べるようにしたいみたいな。なるほど。特に男性がもう少し食べたいな、うん、これは逆にうまいからこその課題感やねんけど、普通の料理だったらこれで十分やねんか、飯がうまいからもうちょい食いたいみたいな気持ちが結構あります。わかりました。なんでさっきの小鉢増やすパターンとメインの少し増やしてもいいかもしれないなっていう。わかりました、うん、例えば体調とか日によって多少なり今日は多め少なめみたいな、そしたらもう小鉢とかの時に調整してもいいけどね。あ、そうですね。メインはもう変わらずとか、うん、ご飯おかずできるんですよね。そうですね、うん、ご飯のおかわり、汁物は今後はできるように、うん、あれは残せるんで多めに作っとくってことだもんね。そうですね、まあ、例えばこれ残しといて夜の夜食に使ったらいい、はい、それは全然いけますね。あ、はい、じゃあその形式がいいかもしれない。女性社員も全然まだ食べれるって感じなんで、基本ボリュームをちょびっと上げる、はい、予算かかってもいいですか。ちょっと思ってたところで言うと、うん、午後も仕事があるって時にお腹いっぱい食べちゃうよりは、まあね、っていうところもちょっと思ったりはするっていうところではあります。逆に腹8分目に抑えとく。そうですね、健康的なところで言うとあるのかなとは、うんうん、まあじゃあそれでも食べたい人はご飯とかでちょっと調整してもらう感じでしょうか。次回のさ、来週水曜日の時に、はい、さっき言った品数の部分だけ一回ちょっと見てもらって、はい、ちょっと調整してみて。わかりました。はい、頼みます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。シェフ、あ、お疲れ様です。落ち着きました。はい、今は何してるんですか。次の生産者の方と連絡を取ったりメニュー決めたりっていう感じですね、うん、今業務としてはどんなことをやってるんですか。生産者とのやり取りだったりとか、うん、今度あるイベントであったりとか、うん、客さんと会食の料理を作る連携を取ったりとか、うん、3階のキッチンができた時にどういう風に運営していくのかの部分であったりとか、マネタイズの部分であったりとかっていうところを主に立ち上げてます。なるほど。シェフを採用した理由として SNS で募集してますかっていうコメントがあったって聞いたんですけど、社員の方が一緒に働きませんかみたいなツイートをしていて、うん、はい、すごい結構盛り上がってて面白そうだなと思って、はい、料理人募集してますか、はい、当然募集してないよなみたいな、はい、そんな感じでコメントした時にご連絡いただいてっていう流れで、はい、なるほど、はい、どういう経緯で入社しようと思ったんですか。もともと何やってる会社のか知らなくて、黒い人たちがいるなぐらいしか知らなかったんですけど、ご連絡もらった時にホームページ見たりとか動画見たりとかしてたら、すごい面白そうな会社だなっていうのを初めて知って、 Zoom で話しましょうみたいになって、いろいろお話しさせていただいて、今までやりたくてもできなかったようなこととか実現できそうだなっていうのを感じたんで、社長にもお会いさせていただいて、オフィスにも来させていただいて、料理作らせていただいてっていう経緯で入社することになりました。企業に勤めての料理人とか、はい、世界っていう規模だったりとか、はい、フリーランスで転々としながらっていう、はい、いろんなやり方でやられてるんですね、はい、そこから今度企業に入るって何が一番大きかったですか。もともと働き方っていう部分ではあんまりこだわりはなくて、自分のやりたいことができてるかどうかっていうところがすごく強かったって感じですね。じゃあ何をするかっていうのが一番大事なことってことですね。そうですね。またキッチンができたら密着させてもらうので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。